高在寺は、香川県高松市に所在する、新言州大覚寺派の寺院。三号は、宝堂山。本尊は、延命地蔵菩薩。四国別閣二十霊場第十九番札所。四国三十三観音霊場第三十三番札所。四国三十七福の寺尾社門店。本尊新言、恩家加下さ山。前井草赤護英家寺伝によれば、奈良時代の天平十一年に、 京器が、勝賀山の北麓に世を結び、報道を刻んで報道山昭賀寺として創建したと言われている。この場所は、奥の道と呼ばれており、奈良時代平安時代の河原辺が出土することから、寺院跡とみなされ、勝賀廃寺と呼称されている。平安時代前期の公認8年空海が、現在地に寺院を移し、地蔵菩殺像を刻んで安置したと言われる。 佐賀天皇の直眼寺となり、須作天皇の時直視さぬき四段儀所の一つとなったが、その後は衰微していたようである。鎌倉時代になり、この地の豪族、香西左近正元志村が、鎌倉幕府の命により、寺院を再興し香西寺と名付けた。その後は、香西寺の庇護を受けることとなった。南北朝時代には、室町幕府の守護大名の細川頼幸が本津に移転し、 香西市十一大当主の香西元助が地福寺と改称した。戦国時代の天正年間には戦火により、佳蘭が消亡した。桃山時代に、佐野貴国の大名として廃された、伊古町政が復興したかよし寺と名を改めた。江戸時代前期の万治元年失火により、佳蘭を消失し、再び現在の地に移転した。漢文九年高松藩初代藩主。 松平よりしげがガランを整備し、別格本山高在寺と解消した。しかし、その後も失火に見舞われ再建がなされている。変遷のまとめ739行記。昭賀寺817空海、昭賀寺鎌倉高在左近、高在寺室,室町、細川よりゆき、地福寺桃山、伊古町鎌座、高吉寺1669松平よりしげ、 別格本山高材寺に大門高松市北西部の勝賀山北登録に位置する。二大門からほぼ一直線に山道を進むと本堂がある。本堂を向かって右側に国の重要文化財に指定されている美沙門天立像を安置する美沙門堂がある。さらにその右には大指導堅固窓がある。農協所は二大門をくぐって左の建物である。 農協の際は、荷物を置いて、両手で農協帳を渡し、お金は終了後手は足しすること。重要文化財四国別格20例上18、海岸自重旧工在時20大田記事。ありがとうございます。